剣士、神を恐れる愚か者よ、天罰敵面、行きなさい。あなたがどれほどその邪悪なる力を振るおうと無駄なこと、経典をこの身にいただく以上、忌むべき力で我が肉体を傷つけることは叶いません。なんて野郎だ。力は人並み、タフさは下手すりゃそれ以上だ。信者の命が奪われても構わぬと、そういうのですか。ふざけるな。何千何万人が揃いも揃って女一人にすがりついてんじゃねえ。味わって貢ぎ物にでもしやがれ。もうキャスカには指一本触れさせん。時間で私の命も尽きる。その時こそがせめて最後は、頂から私の世界が滅びゆく様を見つめて
私にとって見上げ続け、見下ろすだけだったこの世界。もういい。終わらせてくれ。この赤子は、これは肉の体ではあるが、力尽き死にか。お前も私と同じか。異形の赤子よ。求めし者は来たれり。俺の目の前に現れたあいつは魔物ではなく人の姿をしていた。俺はあいつを目にした一瞬、殺意を忘れていた。当てどない旅だった。どこにいるかもわからないあいつの影を追って。だが今、
あいつは俺と同じ世界にいる。戻ったさ。カツ。カツはこれからどうするの？そうだな。本当に？いいんかね。そういえば今お客さん、リッケルトの兵隊だった頃のお友達、白銀の長い髪で男の人とは思えないほど